はい、こんにちは。2018年11月15日、エンディング産業展のためにインテックス大阪に訪れております。本日ご紹介したいのが、熊本県宇城市三隅町鳥羽瀬の島、天草の玄関にある宮川洋蘭さんです。宮川洋蘭さんはジャパンフューネラルフラワー協会の岩田代表理事によりご紹介を受けました。フリーズドライじゃなく、そうで、もう生花のそのままのドライです。ドライ、はい、0%、 湿度が 0%、 まあ特殊のドライをして湿度が 0% の状態で、あの乾燥剤と一緒にガラスに完全密閉するので、もう物理的にずっと持つっていうような形です。ということは、はい、ガラスだと真空だということですか？真空ではない、湿度が 0% なので、はい、空気は抜いてはないんですけど、水気が全くないです。なのでカリカリになった花がもう戻らない。ということは一生持つということですよね、はい、そうですね、物理的にはそうなってます。わかりました、ありがとうございます、はい。場所が熊本の、はい、あの熊本県の天草の玄関口になります。鳥羽瀬島っていう人口1200人ぐらいの島です。ここで1200、はい、ということはお仕事っていうのはあんまりないっていう。もう会社っていう会社はないです。あの農園が一番大きいぐらいのところで、そういったところでもやっぱり地域を盛り上げるためにも、まあ、周年雇用の、会社ができればなと思ってですね。それでこうボトルフラワーっていうのはもう1年通じて、子育て中のお母さんでもお年寄りの方でもこう手先をこう動かしていただくことで成り立つような仕事なので、はい、もう単なるこう事業だけっていうよりはやはり地域に根付いたものにしていきたいっていうところがあります。ありがとうございました。